皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、エンサンブルフランス講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今、ちょっと休憩していますが、そろそろ仕事に戻らなければなりません。まだ仕事をたくさん抱えています。ところで、まだ仕事をたくさん抱えているという意味のフランスっぽい表現があるのを知っていますか？この中にフランス人が大好きな食べ物が入っていますよ。何でしょう？ J'ai encore du pain sur la planche. 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 その食べ物はパンですね。直訳すると、まな板の上にパンがあるという意味です。Avoir du pain sur la planche は、やるべきことがたくさんあるときや、仕事をたくさん抱えているという意味です。面白い表現ですよね。ぜひ、皆さんも使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!